特殊詐欺被害を未然に防いだとして、市内のコンビニエンスストアの従業員などに今治警察署から感謝状が贈られました。今治警察署で行われた贈呈式には、ローソン今治唐子浜店の経営者浜本茂さんと、従業員の渡辺明子さん、セブンイレブン今治片山三丁目店の経営者片山幸宏さんと、従業員の三浦瑠香さん、新田美希さんが出席し、今治警察署の河野和豊署長から感謝状が手渡されました。ローソン今治唐子浜店では、先月12日の午後5時半ごろ、80代の男性が5万円分の電子マネーの購入に訪れました。ここに感謝の意を表します。対応に当たった渡辺さんは、金額が高額であったことから、特殊詐欺ではないかと不審に思い、男性に事情を聞いたところ、架空料金請求詐欺の手口だと確信。警察に通報して、被害を未然に防ぎました。セブンイレブン今治片山三丁目店では、先月15日の午後4時半ごろ、60代の男性が電子マネーの購入に訪れました。対応に当たった新田さんは、男性が電子マネーの購入に不慣れだったことから、特殊詐欺ではないかと思い、三浦さんと協力して、警察に行くよう男性を説得して、被害を未然に防ぎました。やはり5万円とか、高額になったら、私たちもコンビニなんかなんか特になんですけど、一言か声をかけてあげたら、すごく助かるんじゃないかなと思いました。もしその方が許してやれば、おまわりさんにお電話しますし、一言声をかけるっていうのを必ずするようにしたいと思ってます。今回は対応したのは初めてですけど、やっぱりよくあるっていうのは聞いてたので、そんな困ることなく対応はできます。今回みたいに高額な商品買われるときってあると思うので、そういうときは困ったな、わからないねと思ったときは、声かけをしてみて、当たるかどうかわからなくても、今回みたいに声かけしたことで、実際に被害を未然に防げるってこともあるので、しっかりと声かけをしていきたいなと思います。お客様が、パソコンのウイルスにかかったからっていうので、お支払いをカードでって言われたので、詐欺だと思いまして、で相方の一緒の方と相談して、それはちょっと詐欺だと思うので、警察の方にお願いしますって言いました。相談してお客様の方に警察の方にちょっと相談してくださいと気をつけてもらったらいいかなと思います。今治警察署によりますと、管内では令和4年中に特殊詐欺被害が4件発生していて、被害総額はおよそ1100万円に上るということです。